あの今日のタイトルが、ニ、え、ジ、ー、マスを放流するとニジマスは減るっていう話でした地域によってその、もともとに川魚のニジマスっていうのを増やした方がいいよねと。ニジマスを放流するみたいな授業をやってるとこ多いんですよねあの。なんか小学生がニジマスを川にあの放流しますとか、ニジ、まあ、マス増やしたいから、その地域がなんかお金を払って、その地方自治体がニジマスを川にあの放流しますとかってやるんですけど、あれって、 ニジマス増えると思ってみんなやってるじゃないですかじゃあその後どうなったでしょうっていうので調べると大体ニジマス減ってるんですよ要はニジマスを放流したんだからニジマスが増えるだろうっていうあの単純な足し算で物事を考える人が多いんですけどそもそもニジマスが少ない川だから増やそうとするんですニジマスが少ない原因は何ですか 餌がが少ないかが多いかか天敵多らです、す今時魚の天敵はあまりありません。要は、そのなんかあの、キツネがいるとか、あのやたら釣り人がいるとかあんまりありません。なので、餌が少ないから、ニジマスが少ないところに、ニジマスを大量に突っ込むと、余計餌がなくなって、餌が枯渇するんですよ。ちょっとずつ餌が、例えばじゃあ、そのなんかあの、小魚を食べるニジマスだとしましょうと。 ニジマスが少ないうちは小魚でもまだ生き残る小魚がいてその生き残った小魚が卵を産んでそのなんかメダカとかがねちょっとずつ増えてっていうのでそのニジマスは少ないんだけどメダカもそれなりに残ってっていう形で生態系が維持されるんですけどニジマスを大量に突っ込むとちっちゃいメダカも含めて全部食っちゃうんですよ。でメダカが絶滅するんですよ。なので結果としてそのニジマスはその後餌がなくなりどんどん減っていくんですよ。 そういのがあって、そのニジマスを入れるとニジマスが増えるだろうっていうその北風の太陽みたいな感じでょっとニジマス少ないのからニジマス入れたら増えるに決まってんじゃんっていうのがその表面しか見えない頭の悪い人がいるんですけど本当に大事なのはニジマスの餌を増やすことなんですよ。なので、ニジマスを増やしたいのであればニジマスを放流するのではなくニジマスが食べている餌が増える生態系をちゃんと作らなければいけないんですよ。 なので、そのなんか上の方でそのなんかの森の開発とかをしちゃって、そのなんかあの木がなくなっちゃって、本来であればその木の実とかが川に落ちて、その実を食べてるっていう、その動物だったりのうんことかだったり、その動物だったり、その実をその魚が食べたりとかっていうのがあって、その川の中に餌が多い状況というのを作ると、結果としてニジマスも増えるんですよ。っていうのを考えずに、 俺やとニジマスいっぱい川に入れたら増えるっしょみたいなのを、割とね、日本の頭の悪い人はやりがちなんですよね。っていうのがあるので、例えばですね、だから餌になる魚を放流したとして、その餌になる魚が食べる餌がないんですよ。例えばじゃあ、そのメ、メダカがじ、じゃあ、餌になるメダカが足りないんだと。じゃあ、ニジマスを増やすために、メダカをその放流しようって言って、メダカをバーンって放流すると、今度はメダカが食べている苔がなくなるんですよ。 そのメダカがコケを食べてるとしてそのコケをメダカ全部食い尽くしてでメダカが繁殖できなくなってメダカの数も減ってニジマスも減ったりするんですよ。本来はその生態系を見てその生態系の中で何が問題なのかっていうのをちゃんと見てそこの根元の部分から解決しなきゃいけないんですよね。なので本来ニジマスが減ってるのは何なのかっていうと大体その森林伐採だったりするんですよ。 ニジマスを本当に増やしたいんだったらその上流の方の森林バスターやめたらっていうところになるんですけど森林バスターやめちゃったりすると割とその産業が持たないみたいなことになったりするのでニジマスを交流することであの「私たちは自然を守ってます」みたいなことをこうやりがちっていうとこ,こでさ、まあ、よくあることなんですけど割とあのその表面的に何かをしたことでこ良いことをしたと思い込んでしまって結果としてあの悪いことになってるっていうのが分からないって人は割と多いんじゃないかなと思ってます。